はい、こんにちは。レルのサラです。えっ、ー、とね、今思い出したんで、あの、一つ、えー、コンピューターネタです。あのー、エリクサでね、以前 D-Pipe2 っていうのを作ったんですよ。GPU を使って、まあそこそこ実用速度ですね、えっ、ー、と、あれ、なんだっけ、文字認識、手書き文字認識だとか、あと画像認識ですね、えー、CIFA10 だったかな。 までえー、とそこそこできるようになったのを、ね、作って公開したんです。去年結構頑張って作ってましてね、えー。でね、その時のお話なんですけどね、実はね、なんかスカウトらしき人からね、あのーえー、面談を受けましてね <laughs> あの、貴重な経験をさせてもらったんですけどね、えっ、ー、とね、たぶん d p i p e 2ご覧になったみたいでその会社の人たちが、アメリカの会社の人だって言ってました。 何か私に興味を持ったらしくてですねそれであのメールを頂い,いたんですよ英文で,でところが私、まあ、仕事中英文でメールが来るってことはまず考えられないもんですんでそれであの読み落としたんですねそしたら23回あのメールいただいててああって気が付いて何,何かななんて思ってやり取りしたんですけども、えー、そのなんか私に興味があるんでお話ししませんかっていう内容の。 えっと、メールダんですね。うんと言われてもね、あの、英語でしょ、<laughs> アメリカの、もちろんアメリカの会社だからね。それで、あの、英語学校に通うつもりだったんだけど、ちょうどその時、コロナ、コロナの、えー、今の、騒ぎになってしまったもんですから、もう、英語学校どころの話じゃないもんですんでね。えー、まあ、片言って話せてもね、聞き取るのが、まあ、ほぼダメなんですよ、現状ね。それで えーと「いやダメですよ」とあの聞き取れないもんって言ってあの返事したらねびっくりじゃんあし、えー、と日本語の堪能な人がいるので大丈夫ですよ」って言うんですよね。えー、あじゃあそれないいですよってことでねえー、と OK してねえー な何だっけなあの、Google が提供してるそういったゼムみたいなやつなんですけども、それを使ってね、えっとじゃあ,あの都合がいい日はいついつなんでということでね、えー、っとお話をあのさせてもらいましたんですけどね、えー、っとすごく日本語のうまいねアメリカ人の人なんですって、名前忘れちゃったな、えー、多分20代の方で、 あまりにもね、えー、と日本語が流暢なんでびっくりしちゃったんですけどもね、あこの間あのジェジェ、ジェファーさんだっけあの、えーとあ、あの方もですね、すごく日本語うまいんだけど、あれなんすよアメリカ在住なんですってね、でその方はね、えーと、アメリカいらっしゃるんですかって言ったらね、日本国内いらっしゃるんですって。 え、でもね。あのまあ、そうしてもね。アメリカ人の方とはとうと思えないよう、ね、に。りゅの日本語でね。もうほとんど日本人はちと普通に話してるって感じなんですけどね。まあ、びっくりしましたね。それでね、えっ、ー、と最初ね。あのなんか親って顔してる。<laughs> それはそうだよね、だってもう自分の父親ぐらいの年のさ私からひょいっと顔を出すわけだから、えなんだみたいな感じだと思うんですよね、自ブの見てね、あ見当をつけてきたみたいなんだけど、自ブってほら、別に性別も年齢も何も書いてないじゃないですか。 あの結構若いエンジンの人だっていうふうに何か想定したんですかね <laughs> であれみたいな感じでねででもなんかしばらくねあの話してね30分ぐらいかなでいや、まあ、せっかく悪いけど俺家族持ちだしね新潟から離れるわけにいかないんだよねなんて言いながらね、えー、それでもなんか訳あいあいとなんか雑談しながら喋ってましたけどもね えー、なんで、あれですね、ジッ t ハブってあの結構見てるんですね。で、やっぱりね、あのディープラーニングみたいな、今流行りの,あの AI ですね、そういったのにはなんかすごく興味持ってるみたいで、GPU が使えるってのはやっぱり戦力として、あの いいと思われれたたのかなみたいなみい感じですけれどもそれでね残念ながらなんですよねやっぱ古いタイプのねあのプロログとかリスプとからの、まあ、かつて人工知能に使われたんですけれどもねそこはやっぱり今の,あの最新のディープラーニングとかに比べるとやっぱりもう技術としては古いのかねみたいな感じであんまりあのあなんですかあそうでもないかあのねなんだっけ、えっと、一回頼まれて。 リ,リンクっって言ったっけな,あのなんかこう自分のプロフィールをあの登録して、えー、なんか飯代わりに使うみたいなのがあってねあのプログでやった時にそ,そこ登録しようなんて言われて英文で登録しといたんですけれどもたまになんか私 のことに注目してている人がいますよなんてねメールが入ったりするんで、どういう人かななんて思ってるんですけどもね、まあ、世の中広いですね、あの本当に世の中には、世の中ポリデ,ディさんの,のすご腕にもびっくりしてるんですけどもね、世の中にはまあいっぱいいますからねす、すごい人たちっていうのがやっぱりいるんですね。 だからなんかそんな人たちとなんかこうまあ興味を持ってもらえてなんか声んかけてもらえると生まれたんで嬉しかったなと思いましたけれどもね,えこれね若い人なんかいいんじゃないですかねこれ俺あの20代であれですもん独身で最終持ちじゃなくて独身だったらホイホイとねじゃアメリカゃ行きましょうかみたいな感じで言 <laughs> いそうなんですけれどもねま残念ながら私そういうわけにいかないもんでね。 えー、はいそんなことで今ちょっと思い出したもので、えー、お話しさせていただきますじゃあまたお会いしましょう